はい、フリーランスライターの古川です。いつも記事をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、取材でちょっと横浜に行ってきました。で、バニラビーンズっていうチョコレート専門のお店があるんですが、横浜にですね。で、ここで、クリスマスケーキ、もうあと1ヶ月ちょっとぐらいでクリスマスですので、クリスマスケーキ、チョコレートで作ったクリスマスケーキの発表会、報道関係者向けの発表会に行ってきました。で、食べてきました。で、お店の場所はですね、横浜高速鉄道の馬車道駅から歩いて、すぐですね、3分もかかんないんじゃないですかね、すぐ近くです。で、中ではお茶も飲めるようですので、普通にカフェとしての、使用も考えられると思います。もともとはチョコレート屋さんですので、作られるケーキっていうのも、チョコレートケーキということになります。今回試食したのが4種類でしたかね。はい。で、後で、この後に、その時の、映像を流しますので、詳細は記事の方に写真で書き、写真付きで書きますけども、だいたいこんな雰囲気っていうのはですね、動画の方で後で流しますので、ご覧になっていただければと思います。で、チョコレート、チョコレートってこう普段ね、我々よく食べてますけども、もともとチョコレートっていうのは、お昔ですよ、もう全然紀元前の話ですけど、もともとは飲み物だったんですね。チョコラトールっていう飲み物で、どちらかというと今みたいに砂糖が入った甘いものではなくて、苦いもの、気付け薬かどうかは分かりませんけども、どちらかというと薬の類だったようです。で、もともとカロリー高いのでですね、元気になるような飲み物として珍重されたようです。後になって砂糖を入れて、あるいはバターなんかを加えて固形のチョコレートに、なっていったといういきさつがあるようです。ココアなんかはそうですね、あれは今ホットチョコレートなんて言い方もしますけども、要はチョコレートの飲み物がココア、と思っていただければいいんじゃないかと思います。だからチョコレートもですね、英語ですけども、最近よくショコラっていうふうに言いますね。あれはフランス語です。で、ホットチョコレートっていうのはアメリカで使われる英語ですね。特に区別、ココアとの区別はあまりないようですけどね。はい。そんな感じで、よりチョコレートなのが日本ではホットチョコレートということになっているようですけども、ちょっとどういう区別があるのか私もよく分かりません。で、今日お話ししたいのは、このチョコレートケーキの美味しいのはですね、もうこれはもうチョコレート専門店が作ってますので、味は保証します。美味しいです。もちろんその甘さとか、なんて言うんでしょうか、中に入っているものによって特徴がありますので、それは好みによって分かれますので、万人に全員に対して絶対的に美味しいとは言いませんが、少なくともチョコレートケーキとしては非常にどれも美味しかったです。で、チョコレートの原材料、カカオ豆、カカオマスですけども、コーヒーと同じようにですね、やっぱ取れる場所、コーヒーですとコーヒーベルトっていう、地域で取れるんですが、チョコレートも似たようなもんですね、カカオも似たようなもんですが、やはりそのどちらかと言いますと、貧しい国、途上国が多いんですね。で、どうしてもこう消費地、今はチョコレートは別に薬ではありませんので嗜好品ですよね。コーヒーもそうです。他のお茶もそうかもしれません。嗜好品ですので、どうしてもこう消費地が先進国になってしまうという、やっぱりそういう何でしょうか、経済のこう流れっていうのがどうしてもあるんですよね。ですので、そういうふうな歴史が長く続くとですね、どうしても、生産地
まあ、カカオとかコーヒーとかそういったものを作る国、は貧しいので、どうしても安く買い叩かれてしまう、そしてそういう国っていうのは他に産業がありませんので、またそれが唯一の現金収入であるということもありますので、例えばその子供とか、そういった人たちも働かないと食べていけないっていう状況に陥りますので、そうすると子どもたちは、学校に行けない、まあ、教育を受けられないということで、その子たちが大人になっても、教育を受けておりませんので、ずっと 国自体は貧しいままということになりますよね。で、一方、それを消費するところ、コーヒーとかね、カカオとか、消費するところは先進国ですので、まあ、要はお金さえ出せば、食べられるというような、図式でもって、まあ、長いことそういったのが続いてきたわけですが、つい、ここ最近ですね、フェアトレードっていう取り組みが、非常に活発化してまして、これはコーヒーもそうですしカカオもそうです。フェアトレードっていうのは何かと言いますと、まあ、確かにその資本主義の原則からいくと、安いところで生産して安く買って、それに付加価値をつけて高く売るっていうのが、まあ、もちろん原則っちゃ原則なのかもしれませんけども、それだけではなくて、やはりその生産地での子どもたちに教育をやっぱりその受けて、もらって、やっぱり共に生産国も生産地もそうですし、また消費地、もやっぱり美味しいチョコレートを、あるいは美味しいコーヒーを、食べたい飲みたいというふうな流れにだんだんと変わっていっておりまして、フェアトレードって言いまして、適切な価格で、適切な価格っていうのは、もう資本主義の論理で安く買い叩くだけじゃなくて、そんなね、ちっちゃい子供まで働かなくても学校に行ってても、食べていけるような価格で、適正な価格で、コーヒーなりカカオなりを買い取って、でそれを、消費地、まあ、主に先進国ですけども、全世界で、それを消費するという循環に変わりつつあります。で、まあ、その一環として、例えばその生産地、まあ、途上国が多いですけども、学校を作ったりとかね、で子どもがそんなもちろんお手伝いはするにしてもですね、朝から晩まで、コーヒー農園とかカカオの農園とかで、汗だくなって働かなくても一家がねちゃんと食べていけるように、学校を作るお手伝いをしたりとか、適正な価格で買うことによって子どもが働かなくてもいいように、したりとかいうふうな、取り組みっていうのが、先進国を中心にされています。でもちろんこのバニラビーンズで使っているチョコレートもですね、その原材料のカカオっていうのはフェアトレードのものを使っておりますので、おそらくここは定かではありませんけども、当然そうじゃないチョコレートよりもですね、価格は高いはずです、おそらく。でそれはまあそういう取り組みがあってのことである。もちろんそれに対して、まあ、パティシエのいろいろ技術だったり、本当に原材料、チョコレート以外のね、そういった原材料っていうのも こだわって、少量生産しているのでコストが高くなっているっていう面もあると思いますけども、根本的にチョコレートそのものがそういうフェアトレードという取り組みの中で取引されたものだけを使っているという理由もあるということも、知っていただければというふうに思います。このフェアトレードっていうのは近年の資本主義の、中ではですね、経済の中では比較的うまくいっている取り組みではないかと、私個人的にはそういうふうに思います。で実際に学校とかもですね、建てられてたりとか、またそこで子どもが学んでたりとかですね、まあ、もちろんそのカカオのことよく分かりませんけども、コーヒーなんかですとやっぱりその、石油、中東の石油と同じように、まあ、そういうコーヒーの、生産国
で作ったバレンゴ隊みたいなのもあったりとかですね、まあ、そうやってなんとか先進国に買い叩かれずに済むようにしようとか、もちろんそういうその取り組みっていうのももちろんあるんですけども、ただ先進国の方からも大消費地の方からもですね、そういうフェアトレードという形で、一緒に共に楽しんで発展していこうじゃないかという取り組みがあるのも事実ですので、何が何でもその資本主義の論理とですね貿易だけで成り立っているわけではない、今はですよ、昔はそうじゃなかったんですけど、ということも知っていただくとですね、まあ、それとフェアトレードによって輸入された、購入された、仕入れられたチョコレート、まあ、コーヒーもそうですけどもによって作られたものを消費することによってですね、そういった生産地、生産国の、まあ、主にですけども子どもたち、の、まあ、何らかのですね役に立っているのではないかというふうに私個人的には思いますので、そういったことも知っていただきながら、まあ、フェアトレードでの、ココア、あるいはまあコーヒーもそうですけども、そういったものを選んで、ご購入いただきますと、ささやかながらかもしれませんけども何らかの手助けをしているというふうに思っていただければよろしいんではないかと思います。またそういった人たち、が一生懸命作ってくれてるから、こういった美味しいチョコレートを食べたり、あるいは美味しいコーヒーを飲んだりということもできる、お互いにウィンウィンの関係っていうのはそういうことでもあるんじゃないかというふうに、私は個人的にはそういうふうに、思います。まあ、そうじゃないとね、なかなかこれね、クリスマスが終わりますとまた年明けてバレンタインとかね、いうふうになってきますけども、やっぱりその美味しいチョコレート、いいチョコレート、最近はショコラっていうんでしょうかね、高いばかりがいいわけじゃありませんので、やっぱり本当に美味しいものをどうやって作ろうか、またその豆はどうやって手に入れようか、その裏に悲惨なね、生産地の影があるというのは、あまり食べてる方にとっても気持ちのいいものではありませんので、そういうフェアトレード認証でのチョコレートっていうのも一つ念頭に置いて、買われるとですねよろしいんじゃないかと思います。はい、ということで余計なことをたくさん申しましたけども、この後にケーキの動画を流しますので、あ、これなんか美味しそうだなとかですね、これかっこいいなとかかわいいなとかいうふうに思われたらですね、まあ、実際にお店に行けば、あると思いますし、また今予約、このクリスマスケーキにつきましてはこういう予約のですね、カードをお店に多分あると思いますので、こんな感じですね、ありますので、お問い合わせしていただければよろしいかと思います。どれも美味しかったです。好みはあろうかと思いますけども、どれも美味しかったので、どれを選んでも多分大丈夫だと思います。はい、若い女性にママさんに、若いママがいたんですが、横にね、聞いてみましたら、濃厚なので、大きさそんなにね、その普通のこんな大きな誕生日、ケーキとか大きな一家で食べるようなクリスマスケーキみたいな、そんな大きくないんですよ、1個は小さいんですよ。だけども非常に濃厚で、中がギュッとしてるので、いやー、もう個人的には2切れでも十分です。まあ、だから家族で食べればちょうどいいというふうに若いお母さんもおっしゃってましたので、おそらくそれが、女性の意見としては一般的なものなんだろうと思います。私は一つ全部でも食べられると思いますが、さすがにちょっとチョコレートなので甘いので、一気に4つは無理かなというふうに思いました。ただまあブラックコーヒーとか、ストレートティーとかと一緒であれば食べられますけども、まあ、チョコレートケーキは大体食後に食べるものですから、そんなに大きくはないですが、ご家族であるいはカップルで、シェアして食べるとよろしいんじゃないかと思います。はい、ではお待たせいたしました。この後に、ケーキの動画をご覧いただきます。今日もご覧いただきましてありがとうございました。
見てください。